この動画では専門学校日本デザイナー学院九州校総合型選抜旧 AO 入学に必要なエントリーシートの書き方についてご紹介します。まずはじめに総合型選抜にてご出願いただくまでの流れを簡単にご紹介します。なお詳しい出願資格や書類などは今年度募集要項に記載しておりますので、そちらをご覧ください。総合型選抜にてご出願いただく方は、まず当校の各種イベントのいずれかにご参加いただきます。次にエントリーシートをご提出いただきます。その後入学願書の提出をしていただくという流れになります。まずは各種イベントの参加についてです。総合型選抜はこちらの日程から開催されている当校が実施する各種イベントのいずれかにご参加いただく必要がございます。対象イベントは来校型のオープンキャンパス、キャンパスツアー、学校見学、AM 個別相談会、そしてオンライン型のオンライン学校説明会、オンラインキャンパスツアー、オンライン学科丸分かり説明会となります。次にエントリーシートの提出についてです。当校の該当イベント参加後、エントリーシートをご提出していただきます。エントリーシートの受付はこちらの期間で実施します。各期間の受付最終日にエントリーシート必着となりますのでご注意ください。エントリーシートをご提出いただき無事に認定されると、総合型選抜出願認定証をお送りします。入学願書提出期間まで大切にお持ちください。最後に入学願書提出に関してです。今年度の入学願書受付はこちらの日程からスタートします。総合型選抜でご出願される方は、全受付日程のうち第1回から第4回出願受付期間にご提出いただきます。提出書類とともに総合型選抜出願認定証も忘れずにお送りください。さて、ここからはエントリーシートの書き方を説明していきます。まず、当校の募集要項をお手元にご準備ください。募集要項をお持ちでない方は、当校へ資料請求してご用意いただきますようお願いします。募集要項をご準備いただけましたら、後ろから2枚目のページを開いてください。皆さんに記入していただくエントリーシートが右側のページにあります。切り取り線に沿ってハサミなどできれいに切り離してください。エントリーシートを切り離すと、表にこのような記入項目があります。すべての項目についてこれから説明をしていきます。実際に記入を始めていく前に、いくつか注意点をお伝えします。必ず黒のボールペンを利用して記入してください。鉛筆やシャープペンシル、摩擦熱で筆跡が消えるインクを使ったペンでの記入は行わないでください。誤字、脱字のないように慎重に記入してください。書き違いによる訂正をされる場合は、二重線で取り消し、訂正印を押してください。修正液や修正テープはご使用にならないでください。最後に記入漏れがないかの確認をお願いします。以上のことに気をつけてエントリーシートを記入していきましょう。上から順番に説明していきますので、ご自身に必要な部分をご記入ください。まずはこちらにエントリーシートを記入される日付を西暦表記でご記入ください。次にエントリーを志望するコースを一つ選んでチェックをつけてください。続いて、皆様の情報を記入していただきます。まず、フルネームでご自身の名前をご記入ください。ふりがなも忘れずに、ひらがなでご記入ください。次に、
生年月日を西暦でご記入いただき、記入いただいた際の年齢をお書きください。こちらには現住所をご記入ください。こちらには連絡先をご記入ください。固定電話をお持ちでない方はどちらか一つ記入いただければ結構です。こちらにはご自身のメールアドレスをご記入ください。そして学歴をご記入ください。現在高校3年生の方はこちらを、高等学校卒業程度認定試験を合格された方はこちらを、すでに高校を卒業されている方はこちらをご記入いただくというように、皆さんの状況に合った項目をご記入ください。すでに高校を卒業されている方で現在お勤めされている方はこちらをご記入ください。なお職歴または勤務先名にご記入いただいた会社や勤務先の電話番号に対して当校からご連絡を差し上げることは基本的にございません。また合否にも関係しませんのでご安心ください。次の項目です。2点確認事項がございます。それぞれの内容をお読みいただき、内容に問題がない場合はチェックを入れてください。まず1つ目は当校のイベントへの参加状況の確認です。こちらの期間で開催されたオープンキャンパス、キャンパスツアー、学校見学、 AM 個別相談会、オンライン学校説明会、オンラインキャンパスツアー、オンライン学科丸分かり説明会、こちらのいずれかのイベントに1回以上ご参加いただいている方はチェックをお願いします。2つ目は高等学校卒業見込みの方へ向けた項目です。既卒の方や高等学校卒業程度認定試験を合格された方はご記入いただかなくて結構です。高等学校卒業見込みの現在高校3年生の方は、本校へエントリーすることを必ず担任の先生に報告した後にチェックを入れてください。最後は志望理由です。当校を志望した理由を丁寧に記入してください。お疲れ様でした。以上でエントリーシートの記入は終了です。提出をされる前に今一度これらの注意点をご確認ください。出願手続きに関してより詳しい情報は募集要項5ページから6ページに掲載されています。ご覧ください。その他疑問・質問がある場合は当校入学相談室までお気軽にご相談ください。以上で総合型選抜旧 AO 入学エントリーシートの書き方についてのご説明を終了します。皆さんからのエントリー心よりお待ちしております。